おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日何の話していくかと言いますと、今週のアップデ解説をさせていただきます。先週ですね、クォーターアニバーサリーが来ているので、今週は若干落ち着いた週になるかなと思います。基本的にはリーグの周回がメインになってきて、あとはですね、皆さん大好きのジャパンレジェンズスカウトも来ております。いつも通りね、前半部分で細かいところですとか、比較的ね優先度低いところで見ていってですね、後半のところで本番のガチャとかね、激アツイベントを見ていきましょう。ということで早速やっていきます。さあまずですね、一つ目です。 SWCC カップですね。リーグ周回していく中で SWCC 決勝トーナメント進出チームが登場する期間限定のイベントカップ戦に挑戦できる、そんなイベントになってます。いつも通りの SWCC カップなんですが、いつも通りゴールドトロフィーの獲得チャンスがありますので、ぜひねこのタイミングでいっぱい周回してですね、ゴールドトロフィーかき集めてください。最近のゴールドトロフィーの選手かなり質が高いので、正直ねよっぽど課金してる方以外はゴールドトロフィー本当に取っておいた方がいいと思います。総合値も高いしね、 SWCC の交換できる選手、特徴はちょっと今一つかもしれませんが、十分魅力的なのかなというとこですね。あとは能力アップ秘密練習だとか、星3以上星4以上確定スカウトチケットも報酬で手に入りますので、ここら辺もねご自身の在庫がない方はちょっと相談しながら手に入れていくといいんじゃないかなと思います。ちなみにいつも通りですので、ゴールドトロフィーの獲得に関しては一応ねチャンスはブロンズディビジョン以上であるんですが、これディビジョンのレベルが上がるごとにゴールドトロフィーの確率が高くなるので、勝てなくてもいいからマスターディビジョンに挑み続けるのが一番効率的には良きです。はい、冒頭にもちょっと言いましたけど、最近のゴールドトロフィーね価値高まってきてますから、ぜひかき集めましょう。でもう一つですね、新リーグ開幕です。イタリアリーグ23-24ということでですね、イタリアスーパーカップも合わせての登場です。で、このいつも通りリーグの登場に合わせて新アクセサリーと金の新アクセサリーもそれぞれ追加されてます。さらにイタリアリーグ23-24を初回優勝した時に星5確定スカウトチケットだったり、あとは称号ですね、こちら手に入ります。ぜひねかき集めましょうこんな感じで報酬が用意されてます。ミッション報酬としてリーグ優勝するとイタリアンスタイルのアクセサリーも手に入ると。でこのイタリアンスタイルのアクセサリーなんですけれど、ヘディング20-0だね。最近来ていたクリスティアノ・ロナウドなんかがメインスキルでヘディング持ってるので、そういう選手にハマるアクセサリーかなと思います。着用条件はなしですが、効果のところを見ていくと結構優秀で、シュート意識、パス意識、攻撃意識が上がりながら、シュートスキル、ショートパススキル、ヘディングスキルの発動率がショーアップします。かなりフォワード向きのね、本当にフィニッシャー向きのアクセサリーかなと思います。さああとはですね、いつも通りもうちょっとレベルが低いものにはなりますが、イタリアリーグ 23-24 でナポリとエースミラーの対戦する中でですね、新アクセサリーパルテノペイと、あとはロッソネロのアクセ手に入ります。あとはイタリアスーパーカップですね、先ほど触れましたがカップ戦も合わせてきていて、こちらも初回優勝報酬で星5確定スカウトチケット、あとはですねクラブハウス、スタジアム設備とか、そういったものが手に入るとのことです。さあそしたらですね、 SWCC カップ新リーグ開幕ときましたので、今週のイベントはリーグランキングイベントですね。リーグを周回する中で、ポイントを手に入れてですね、そのポイントで、アイテムを手に入れましょうということです。ランキング形式になっていて、 23-24 のリーグではですね、こちらかなり高価です。 23-24 のリーグでは5000位以内に入ると時短ウォッチ6時間が6つもらえます。さらにね、1000位以上で徐々に報酬もグレードアップします。22-23シーズンのリーグでもですね、5000位以内に入れば時短ウォッチ6時間のものが5個と、
まあ、遺跡特区行かせるのって正直かなり面倒くさいですし、まあ、放置しておけばいいだけなんですけど、このジタモッチがあればね、サクッと、ね、レベル上げることもできますし、サクッとねレベル上げてスキル取り出すだとか、あとは当然ですけれども遺跡特区に行ってスキルの発動率上げるみたいなことができますので、まあ、面倒くさがらずにですね、いろんなリーグに、チャレンジして順位上げてですね、報酬手に入れていただければと思います。さあそうしたらですね、まあ、今週のリーグ周回だねっていうところは皆さんもうお分かりいただけたかなと思うんですが、リミテッドマッチ見ていきましょう。今週はリミテッドマッチ国際大会シーズン記念カップのエントリーの1週間になります。そもそもリミテッドマッチとは決められた制限の中で編成したデッキで争うイベントになっていて、まあね、決められたデッキ、決められた制限やるのがめんどくさいよって方にはちゃんとフリーディビジョンも用意されてます。今週はエントリーですが、今回の特別ルールとして監督就任可能なレアリティが星4のみということです。なんで星5監督、星6監督は使えなくなってます。その分選手に関しては自分自身が今持っている選手の中から好きに選ぶことができるので、あの星5選手の人数制限みたいなものはございませんので、そういった意味ではね、比較的楽ちんな方の制限かなと思います。あとはリミテッドマッチのミッションとしてですね、こちらは星3以上確定スカウトチケットなどがもらえますとのことです。まあ、基本的には今週がエントリーで来週が本番なので、まあ、この大会の日程とかも今週ね特段見る必要はないかなと思います。来週詳しく見ていきましょう。まあ、本当にね忘れちゃいけないところとしてはエントリー漏れだけねないようにしていただけたらと思います。で、そちらのリミテッドマッチの報酬の内容がこちらです。各ディビジョンでですね自動構成されるグループ内の最大人数1000人ということで、まあ、ぜひねこの1000人のグループで戦っていくとの内容です。64位以内のものに関しては、まあ、めちゃめちゃ報酬豪華なので星5確定スカウトチケットいっぱい手に入るんでね、まあ、簡単にスルーするとしてちょっとレベルが高くなるので、最終予選の順位報酬っていうところがポイントです。皆さんねワンチャンありつつ結構ここでも順位が美味しい、1000人以内に入ることで星5確定スカウトチケットもらえちゃいます。これ枚数が書いてないんですが比較的ね複数枚手に入ることが多いので今回も複数手に入るんじゃないかなと。でリミテッドディビジョンとフリーディビジョンは基本的に報酬変わらないので、まあ、どっち選んでもいいんですが、フリーディビジョンの方が最近の選手を使いやすくなりますよね。当然いつも使ってるチームでいけるので。一方リミテッドディビジョンの方が、ちょっと一手間加えなきゃいけなくて大変になってくるので、初心者の方は私はリミテッドをおすすめします。順位比較的上げやすいかなフリーはねマジで猛者が集います。あとはですね、よいしょよいしょ、ちょっと冒頭の方に戻りますが、ここですね、決勝トーナメントの順位報酬でも星5確定スカウトチケットがもらえるとのことで、だいぶね頑張ればいい順位が出ればめっちゃ星5確定スカウトチケットもらえて、結構ねスキル集めたりとかゴールドコインに変えれたりとかできるので、サボらず漏れなくエントリーしてください。そして最後がですね、日本代表のレジェンドスカウトになります。得意戦術ポゼッションの日本の星5選手が登場。個人的にはね、田中マルクス・トゥーリオと平山壮太が熱いです。まさかの平山選手ですかって感じですね。いやこれおもろすぎます。まさかの、全然予想してなかったです。で今回のこのガチャなんですが、またね明日詳しく選手の質は解説しますけれど、新レーン中央とか、あとはポゼッションのディフェンスキーマン、オフェンスキーマン来てますし、田中マルクス・トゥーリオ選手はセンターフォワードとセンターバック両方できるっていうクソ面白選手になってます。さらにですね、きちんと日本代表の監督も来ていて、山木監督登場です。戦術得意度はレベル9ですが、アクロポリスの侍たちっていうね激アツのポメコンの名前を持ってますし、あとはですねこの監督と、所持アビリティでですね普通にトップオブトップというか、まあ、トップクラスのポゼ監督なんだよね。もちろん戦術得意度がレベル10ではないので、まあ
最新監督ほどではないんですが、まあ逆にねそれ来ちゃったら、まあ、ちょっとなんか強すぎるっていうところなので、まあ、これぐらいのレベル9ではありつつもめちゃめちゃ優秀っていうね、所持アビリティがめちゃめちゃ優秀っていうのは私個人的には激アツです。あとね352が私めちゃめちゃシンプルにフォーメーションの形として好きなので、ここもね盛り上がりポイントです、個人的にはですよ。ということでですね、今週のアップデートは若干緩めではありますが、きちんとリーグ周回していたらいっぱい美味しい報酬手に入りますし、あとはね日本代表ガチャ 15% で来てるので、日本代表のねお好きな方、まあ、特にトゥーリオ選手とか大久保選手とかね、結構あの時の日本代表が来てるので、ぜひぜひね GB に余裕がある方だとか日本代表ラブな方は引いていただけたらと思います。ということで本日の動画はここまでにいたします。ご視聴誠にありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。